坂の上の雲坂の上の雲プロジェクトジャパン坂の上の雲坂の上の雲は2009年11月29日から2011年12月25日まで足掛け3年にわたって NHK で放送されたテレビドラマの特別番組主演は本木正宏原作は柴良太郎の同名小説三部構成全13回 本作は NHK が2009年度から3年間の中期経営計画として制作する大型プロジェクト、プロジェクトジャパンの一環と位置づけられている。第1部前後回は2009年11月から12月に大河ドラマと同じ20時から第2部及び3部のそれぞれ前4回は2010年2011年12月の19時30分から放送された。 この3年間に放送されていた大河3作品はすべて11月中に終了となった。大河ドラマは通常1回45分であるが、当作品は1回90分で制作されている。制作費も大河ドラマを上回る桁違いの規模であるとしている。出演者は主演の本木雅宏をはじめ、安倍博士、香川照之、菅野美穂、石原さとみ、松高子など、 若手中堅の実力派から、多数起用。また、ベテラン勢からは、渡哲也をはじめ、高橋秀樹、加藤剛、石坂浩二、西田敏行、立博江本明、伊藤志郎、渡辺健など日本を代表する役者たちが起用された。過去の大河ドラマで主演をした役者も多く、出演している。全13回の平均視聴率は14.5%。 最高視聴率は第2回の19.6%。2012年に第38回放送文化基金賞番組部門本賞を受賞。また、スペシャルドラマ、坂の上の雲の制作手法を支えた技術開発と運用として2010年に放送文化基金賞個人グループ部門を受賞。太郎には連載中から本作を映像化させてほしいとのオファーが、 殺到していたという。しかし、戦争三美と誤解される、作品のスケールを描ききれないとして芝は許可しなかった。当時、NHK もオファーを行っていたが2週間考えた、末の芝の結論は、やっぱり無理やでだったという。芝の死後、NHK の総力を挙げて取り組みたいとの熱意と映像技術の発展により、 作品のニュアンスを正しく理解できる映像化が可能となったとして1999年に柴良太郎記念財団が映像化を許諾。その後、著作権を相続した福田緑夫人の許諾を得て2002年には志願したスタッフを中心に制作チームが結成された。二千三年一月、大河ドラマとは別枠の十一世紀スペシャル大河ドラマとして二千六年に 放送する予定が発表された。しかし、2004年6月に、脚本担当の野沢直が自殺したことに加え、2005年1月には、映像化を推進した、海老沢勝治会長が、NHK の不祥事などを理由に辞任。野沢は、全話文の脚本の書稿を書き上げていたが、制作費が高額となることや受信料不払いが相次いだことなどから、体制が再検討された。 脚本については制作スタッフが外部諮問委員会などの監修をもとに完成させ、全18回を1年かけて放送するという当初の予定を変更し、3部構成の全13回を2009年秋から足掛け3年で放送することが2007年1月に主要キャスト4人と共に発表された。また当初間にしていたスペシャル大河ドラマは後に大河の文言を抜いて、 単に、スペシャルドラマという冠に変更された。2007年11月に、茨城県つくば来市で、クランクイン。以後、日本各地のみならず日露戦争の舞台となった、中国やロシア、アメリカ、イギリス等で3年にわたるロケが行われ、2010年9月21日に、愛媛県今治沖にて、クランクアップした。日本が、近代国家へと歩み始めた、明治時代、 伊予国、松山に三人の男がいた。後に連合艦隊参謀として、日本海海戦の勝利に貢献する秋山正幸。その兄で、日本騎兵の父となる高校、俳句、短歌の中高の祖となった正岡主岐。彼らはただ、前のみを見つめ、明治という時代の坂を登ってゆく。秋山や正岡や、広瀬武雄とその親族戦艦。 三笠の陸民委員連合艦隊の軍人たち海軍省、軍令部、福井丸兵速隊その他の海軍軍人、野木丸介と、親族、小玉健太郎と、親族参謀本部満州軍総司令部第三軍、秋山市隊その他の満州軍その他の陸軍軍人皇室と政界の重鎮官僚たち、日本銀行新聞、 日本式の弟子たち松山の人々、東京の人々、ナスノの,の人々その他、アリアズナとその親族ロシア皇室閣僚、中心ロシア海軍ロシア陸軍その他のロシア人、イギリスアメリカその他なお、第1部は2010年11月から12月に、総合テレビ及び BS ハイビジョンで再放送された。放送日は総合テレビでの本放送分のもの。 番組終了から3年が経過した2014年、前話をもう一度通してみたいとする視聴者からの反響が大きかったため、10月から2015年3月にかけて一つのエピソードを前後編の2週に分け、合計26回に再編集したアンコール、連続放送を毎週日曜日12時 -12、45に BS プレミアムで放送することになった。 メイキング PR 番組については省略。教育テレビのデジタル放送ワンセグサービス。NHK ワンセグに独自番組として、大河ドラマダイジェストの枠で放送。1時間半の内容を5分に要約。 2009年11月30日2009年12月7日2009年12月14日2009年12月21日2009年12月28日2010年12月6日2010年12月13日2010年12月20日,2010年,月20日2010年12月27日ドラマ関係のミシルスありがとうございます